野郎ども、俺の城を奪い返すぞ。一度はドクターの墓標にするんだ。あいつらは絶対に入れない。やっちまえ、トナカイ。俺たちも一緒に戦うぞ。よっ、お客さん、国を見捨てた国王など認められるか。俺たちも戦うぞ。王様に逆らうカバドがこんなにいるとは驚いたね。実際のこが死刑にしてやる。それが一国の王のやることなの。ヨフィさん、みんなを守ってあげて。城の守りが手薄になってる。あんまり城から離れないでくれ。レディーに手出しはさせねえよ。こっちから挨拶に行ってやる。頼むな。俺たちも加勢するぞ。放っておくと村の人が危ない。一発殴って落ち着かせないと。余裕でいられるのも今のうちだ。王様がどれほど偉いのか見せてやる。バクバクショック、デリシャース。やはり大砲は生に限るぜ。食べた大砲が体の一部に。気をつけてルフィさん。まさか。
サギの分際で王に逆らうってんじゃねえだ。俺様の攻撃を食らいやがれ。ザパンはワポルたちと戦う気だ。誰かザパンを助けてやってくれ。教えてくれるのか。やっと見つけたぞ山口。その態度、死刑確定だな。おい、あ、どこ行く気だ邪魔口。ゴムゴムの、はい、雪国名物雪結晶。よっと、木に隠れて別の場所に逃げたな。逃げ場をなくして追い詰めてやろう。ガトリンチョーク。レオ、王国の戦士たち、王様の城を取り戻してこい。あら、ラパーンが何かしようとしてるみたい。やったぞ、ありがとうラパン。やつらを助けたってのか。ラパンは決して人に懐かない動物だぞ。よし、逃げ込みそうな場所を落としちまうか。俺たちも続け。
一体どこの誰の海賊旗かは知らねえけどな。これは命を誓う旗だから、冗談で立ってるわけじゃねえんだぞ。お前なんかがヘラヘラ笑ってへし折っていい旗じゃないんだぞ。誰からも好かれねえ一人ぼっちの怪物に何ができるってんだ。仲間なんていなくたって俺は戦えるんだ。ドクターの旗がある限り。いや、セカンドは仲間ならいるさ。俺が仲間だ。王様だろうと神様だろうと、誰が偉くたって偉くなったって関係ねえんだ。これは海賊だからな。ああ、味わうがいい。悪王の見せる奇跡。三刀流三百混合。